ライバルは同世代にあらず、目指すは桜の女王、厩舎の先輩ジュエラーかリリーノーブルの藤岡調教師です。よろしくお願いします。2002勝、はい、もうこの時期こういう戦績の方を見るともうワクワクしますね。そうですね、はい、先生もやっぱりそうですか。いや、そうです、そうです。負けてないですか。負けてないですもんね、はい。で、まあちょっとこう競馬瞬間誌なんか見てると結構大きな印が並んでますよね。ですね。もっと低い評価かなとは思ってたんですけど、君もまあ結構、はい、いい印つけてくれた。いい印つけてくれた、まあ、嬉しいもんですか、こうパッと見て。いや、まあそりゃそうですよ、はい。で、まあよくこう聞くのは、その印と自分の思いが一致してたら、あ、ええわと思うし、一致してなかったちょっと自分の評価より高い評価されてたらちょっとプレッシャーに感じるっていうふうによく聞いたりするんですが。いや、そんなことないですか、先生は。まあ、二重丸が一番嬉しいです。あ、嬉しいですね。プレッシャーにもならない。ならないですね。ならないですね、はい。といってもその2002勝という、まあ、無傷の馬も何頭かいますけれども。そうですね。そういったライバル視察みたいなのはこれまで見たりされてます？他の馬のレースとか。その馬を追っていくとですか、はい。いや、まあ、レースは見てますけど、はいはい、その馬自身っていうのはそんな見てないです。どうでしょう、リリー・ノーブルの2002勝レース振り返られて、まあ、初戦は圧勝でしたしね。そうですね。まあ、新馬だったんで、はい、まあ、ちょっとまあどういう競馬してくれるか不安はあったんですけど、うん、まあ結構抜け出して強い競馬してくれた、はい、まあ、これなら楽しみやなというふうに思ってたんですけど。ちょっと前走から感覚詰まりますが、うん、まあ、その前に使う予定もあったんですけど、はい、まあ、シンバー使った後って割と、今はナーバスになったりするので、うん、少しそこは感覚取りたかったというのと、まあ、勝てれば、まあ、G1 登録っていうふうには考えてたんで、はい、まあ、予定通りといえば予定通りです。あ、予定通りといえば予定通り、はい。じゃあもうそれ以降のケアもうまくいってるという。まあ、そうですね、まあ、前走、まあ、競馬場も近かったんで、うん、もう競馬内容も割と馬にとっては楽だったかなというふうに思ったんで、はい。こういう比較は非常に嫌われる方もおられますし、難しい部分もあるかと思いますが、その厩舎の先輩岡昌馬ジュエラーの、まあ、2戦終えたところの比較と比べて、リリー・ノーブルの2戦終えた感覚では、まあ、若干タイプが違うかなというふうには思うんですけど、はい、まあ、能力的にはそんなに岡昌馬と比べても遜色はないというふうには思ってます。遜色はない、はい。じゃあジュベナイルフィリーズぐらいは通過点であってほしい。ぐらいは G1 ですからね、やっぱり、はい、はい、まあ、できたら勝ちたいですけど、はい、まあ、春につながるいい競馬ができればというふうには思います。そのどういうレースが理想的な競馬になるんですかね。まあ、もともとスタートが早いので、はい、で、まあ、阪神ということもあるし、まあ、直線長いんで、まあ、どの程度ポジション的なものも含めて、どうしまい伸びてくるかっていうのをちょっと見てみたい気がします。ルーラーシップなんですけど、そのお父さんの産後で気の悪い子も多いと聞きますが、リリーノーブルに関してはその辺はどうですか。まあ、そうですね、でも管理させてもらってる間の中では、はい、そんな気の悪いのはあんまりいないので、うん、まあ、この子もそんな悪いところも何もないですし、非常にいい子です。パドックで我々競馬ファン、まあ、最後の最終ジャッジを下すんですけども、どこをリリーノーブルは見たら、まあ、ちょっと感覚は詰まってるんで、はい、入れ込まなければいいなとは思ってます。まあ、その辺じゃないですかね。まあ、もうジュエラーと遜色がないという言葉を聞いただけで、この後それ以上の言葉が出るかどうかは分かりませんが、阪神ジュベナイルフィリーズ G1 に向けて最後に抱負をお聞かせください。まあ、2002勝できてますんで、はい、とりあえず勝って、まあ、春、岡昌、オックスっていう風にいければいいなと思いますんで、まあ、馬もいい状態なんで、週末頑張りますんで、よろしくお願いします。リリーノーブルの藤岡調教師でした。ありがとうございました。